こんばんは、ユミです。12月の半ばから新しいお仕事を始めています。でも12月いっぱいでお仕事がなくなってしまいます。12月の頭にハローワークにご相談に行きました。その翌日面接を受けました。そしてその翌日の朝合格をいただきました。そしてその翌日に契約に行ってまいりました。そしてその翌週からお仕事を始めました。レギュラーのお仕事で接客のお仕事でした。年末最後いいことがありました。終わりよければ全てよし、なんてラッキーなんだろうって思いました。これでやっと報われるって思ってました。ですが一転しました。オーナーさんからお話があり、1月から入院されるということなんです。大きな手術をされることになりました。ご本人としても初めてこんなに大きな手術をするということで、とっても不安だということをお聞きしました。1ヶ月か2ヶ月か仕事復帰は全くわからないそうです。病院の先生によるとリハビリは半年から1年続くと言われてます。でコロナの影響もあって時短営業になっていて、2時間ちょっとで帰らされる日もたくさんありました。でもそれはハローワークからも言われていたんですね。接客業、飲食業なのでそれはもう想定内でした。コロナ明けにしっかりと長い時間勤務ができればいいと思って、そのお店を選ばさせていただきました。そうは言ってもオーナーさんの手術で勤務ができなくなるっていうのは全くもって想定外でした。やっと決まったお仕事、まだ始めて2週間なのに、もう本当にって感じです。
誰もいないと思ったら人見てた。不思議ですね。打たれ強くなったのかなって思います。泣いていても塞いでいても何も解決しないですからね。だからすぐに何か方法を考えようと思いました。なんか自分変わったなと思いました。少し強くなれたような気がします。これからも想定外なことはいっぱい起きると思います。いちいちショックを受けていたはしょうがありませんからね。今年はいろいろなことがありました。私強くなりました。なんとか前向きに頑張っていきます。お仕事については、コーチのお仕事やクラウドファンディング、YouTube、それからいくつかあるので、なんとかやっていこうと思ってます。ハローワークにはちょっと一回ご相談に行こうと思ってます。でもね、この先どうなるかわからないんですけど、しっかり準備をしていこうと思ってます。私、パソコンを持ってないんですね。以前は離婚前、ネットショップを4年間経営していました。なので少しはパソコンいじれるんですね。でも6年間のブランクがあります。それでこれを機にパソコンをもう一度勉強しようと思いました。持ってないので今友人から MacBook をお借りすることができました。何か変わっていかなくちゃいけないなって思ったんです。それでもう一度パソコン勉強しようと思いました。パソコンを持ってない私が MacBook を持っています。これお友達から今借りています。これでパソコン勉強してます。できないできないじゃなくてやらなくちゃね。人に雇われてるだけではなく自分のお仕事を立ち上げていこうと思っています。今しっかりと考えてコロナ明けにも何か自分のやりたいことをやっていけたらいいなと思ってます。以前ネットでジャネーの法則というのを知りました。50代の人は残りの体感人生が 10% っていうのを読みました。今は生存年齢も上がっているので 10% ってことはないんですけども、とにかくすごく残された時間が少ないってことは実感しました。なので落ち込んでる暇はないと思いました。そうは言っても本当は辛いし大変です。でもこの YouTube を撮ることで前向きに頑張れたらと思って自分のために実は撮りました。そしてこのコロナの影響でお仕事なくなってしまった方たくさんいらっしゃると思います。今回の私はオーナーさんの都合で入院によりお仕事がなくなってしまいました。また復活できるかわからないのでここで一旦停止となります。人生生きていると想定外のことがたくさん起きます。だからしっかりと心づもりはしていかなければならないなって思ってます。来年の2文字私にとっては挑戦です。たくさん失敗してたくさん不運なことが今現在も続いています。だからこそ挑戦諦めないでいこうと思ってます。諦めたらそこで終わってしまうと思うからです。私お一人様で誰も救ってくれないんですよ。だから本当に自分で頑張るしかもう方法はないんですよ。だから本当に諦めずに頑張っていこうと思います。大きなことはできないんですが小さなことでも幸せと感じられるといいなと思ってます。とても苦しい状態ではありますが心の持ち方次第だと思っています。いつも私はピンチはピンチのままです。ピンチをチャンスに変えたいです。以前は白と黒ばっかりだったんですけどアラフィフになって今頃ピンクとか着るようになりました。こんな感じです。洋服ほとんどこだわってなくてユニクロとか無印とかあとは駅の中のいつでもで買うことが多いです。プチプラしか買いません。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。実はとっても落ち込んでるのでどうか応援コメントお待ちしております。
それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。ありがとうございました。バイバーイ。